田中良次は、日本の政治家。鹿児島県薩摩仙台市長。元鹿児島県議会議員。鹿児島県薩摩郡下東郷村大技展開生まれ。川内市立八幡小学校、川内市立か東郷中学校、鹿児島県立川内高等学校卒業。1974年4月、九州大学文学部哲学科に入学。在学中は、 空手部の首相を務めた。1978年3月、同大学卒業。同年4月、川内市役所に入庁。市町村合併対策課長、合併協議会事務局長などを務め、2004年10月12日、川内市は、日脇町、入木町、東郷町、稽古院町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村と合併し、 薩摩仙台市が誕生した。2006年9月30日、薩摩仙台市役所を退職。2007年、鹿児島県議会議員に初当選。2019年に4選。県議時代は自由民主党に所属した。2020年10月25日に行われた薩摩仙台市長選挙に自民党、公明党の推薦を受けて立候補。 元市議の小田原雄二郎、元市議の松沢力ら参候補を破り初当選した。11月7日、市長就任。ありがとうございます。